どうも皆さんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、先日ね細かい話で、話入れたと思うんですけども、減額マイルキャンペーンね開催しますよっていうのはね JAL が事前に発表させておりまして、今回ですねそちらの内容発表になりましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。はい、ということでこちらね公式サイトになっておりまして、 JAL 国際線就航70周年記念特典航空券ディスカウントマイルキャンペーンということで、ドーハ路線は 50% オフとなっております。すごいですよね。で、内容ですね、対象の JAL 国際線特典航空券に通常より伝えマイルスでご予約いただけます。対象の便クラスはご予約時にディスカウント後の必要マイル数が表示され、ご予約いただけます。キャンペーン登録、ご予約時のキャンペーンのご利用申し込みなど特別なお手続きは不要ですということで、まあ、そのままね予約していただければ、今回のねこのディスカウントマイルキャンペーンの必要マイル数で、ね、利用することができるっていうふうになります。で、期間ですね、2024年の2月の8日から2月の29日ということで、この動画ね2月の7日に出せてると思いますので、今日の夜ね日付変わった2月の8日からで、利用することができるっていうふうになります。で、対象のお客様は JAL マイレージバンク会員の方ということで、対象路線クラスご搭乗日必要マイル数ということで、 JAL 便名の以下のクラスが対象ということで、細かくね出ておりますので、こちらね見ていきたいなと思うんですけども、こちらね記載されている必要マイル数は全てね片道っていう風になりますので、もしね往復で利用する場合は、まあ、これがね2倍必要になるっていう風になります。で、中東の、ね、ドーハ路線必要マイル数 50% オフということで、対象の予約エコノミークラスの基本マイル数で、ご予約およびビジネスクラスの基本マイル数の予約で、対象期間ですね2024年3月31日から2024年4月の24日、5月の8日から8月の7日、8月の20日から10月の26日ということで、この期間であれば基本マイル数の、ね、座席が空いている場合では、1万マイルで片道利用することができるっていうふうになります。すごいですよね。ですので往復していただいても2万マイルでこのね東京ドーハですね、利用することができるっていう風になりますので、めちゃくちゃすごいですよね。で、ビジネスクラスは2万5000マイルっていう風になりますので、本当にね 50% オフ、本来ね5万マイル片道かかるところは2万5000マイル、往復しても5万マイルでね利用することができるっていう風になります。で、東京羽田ドーハ路線ね2024年3月31日から就航開始になりますんでね、これはねかなり利用される方ね多いのではないのかなと思います。で、次ですね、今回のキャンペーンね冒頭にも言ったと思うんですけども、私ね羽田ドーハだけねこのディスカウントマイルねやるんだと思ってたらですね、今回ね羽田グアムホノルル路線であったりですね、ニューヨークボストンサンフランシスコロサンゼルスサンディエゴシアトル、あとねアジア地域もですね今回のね減額マイルキャンペーン対象っていう風になりますんで、非常にいいですよね。で、次に、ハワイグアムホノルル路線ですね、コナ便は、対象期間に運行予定しておりませんということで、グアムホノルル路線がね対象になっておりまして、ご予約の対象はエコノミークラスの基本マイル数でのご予約ということで、残念ながらビジネスクラスは対象外っていう風になります。で、対象の期間ですね、ホノルルは2024年2月の8日から3月の13日、4月の8日から4月の24日、5月の8日から7月の10日、ハワイホノルルのね、減額マイルキャンペーンの対象期間っていう風になります。で、グアムはですね、2024年4月の8日から4月の24日、5月の8日から7月の10日ということで、こちらは対象期間になっております。で、必要マイル数ですね、ホノルルはですね、必要マイル数片道1万4000マイルなんですよね。ですので、往復しても、2万8000マイル。すごいですね。めちゃめちゃ安いですね。これはいいですね。グアムに至っては7000マイルですからね。1万4000マイルで、まあ、エコノミークラスにはなりますけどもね、往復できてしまうっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃいいですね。で、次ですね、北米路線、ニューヨーク、ボストン、サンフランシスコ、ロサンゼルス、サンディエゴ、シアトルということで、シカゴ、ダラス、バンクーバー便は対象外ということで、この路線だけね、利用することができるっていう風になります。で、対象の予約はエコノミークラスの基本マイル数でご予約、およびボストン、サンフランシスコ便のみビジネスクラスの基本マイル数で予約できるところっていう風になります。ですので、エコノミークラスはね、こちら全部利用することができるんですけども、ビジネスクラスはボストンとサンフランシスコ便のみっていう風になります。で、対象期間が2024年2月の8日から
3月の13日ということで、だいたい1ヶ月ちょっとぐらいですかね。で、エコノミークラスの使用マイル数は、ニューヨークからボストン、サンフランシスコ、ロサンゼルス、サンディエゴ、シアトルありますけれども、すべてエコノミークラス片道1万7500マイルで利用することができます。で、ビジネスクラスはね、先ほど言った通り、ボストンとサンフランシスコのみっていう風になりますんで、3万5000マイル片道でね、利用することができるっていう風になります。フルフラットで利用することができると思いますので、これはめちゃくちゃいいですね。3万5000マイルで。ビジネスクラスはいいですね。で、次に東南アジアですね。マニラ、バンコク、シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、ハノイ、ホーチミンシティ。で、南アジア線、デリー、ベンガルール線ということで、こちらは対象の予約がエコノミークラスの必要マイル数でご予約及びビジネスクラスの必要マイル数でのご予約。で、マニラ便はエコノミークラス、バンコク JL031-034便ビジネスクラスはご利用対象外ですということで、対象搭乗期間が2月の8日から4月の24日、5月の8日から8月の7日、8月の20日から9月の30日ということで、かなり長期間、またね、夏休みシーズンもね、入りますんで、こちらはすごいいいですね。で、エコノミークラスですね。まずマニラはエコノミークラスは対象外っていう風になっておりまして、シンガポールが8400、バンコク大阪発が8750、バンコク東京路線が9450、バンコク JL031-034便は12250、ハノイが9100、ホーチミン9100、クアラルンプール11150、ジャカルタ10,850、デリーが10,250、ベンガルールも一緒ですね。で、これがエコノミークラスで、ビジネスクラスはマニラ入ってきまして、16,800マイル、シンガポール28,000、バンコク、大阪28,000、これ以外全部28,000ですね。ハノイ、ホーチミン、クアラルンプール、ジャカルタ、デリー、ベンガルールも全て28,000で利用することができるっていう風になります。ビジネスクラスでね、16,800マイルとかめちゃくちゃいいですね。はい、こういった形になってるんですよね。で、今回のキャンペーンですね、まあ、ディスカウントマイルで利用することができるわけなんですけども、東京ホノルル路線とかね、1万4000マイルで利用することができるわけなんですけども、片道ね、まあ、往復でも2万8000マイルですよね。まあ、非常に必要マイル数はね、少ないわけなんですけども、残念ながらね、燃油サーチャージはかかってくるっていう風になりますんで、まあ、今ね、利用しようとすると、こちらね、予約検索するとね、片道 39,360円の燃油サーチャージがかかってしまうっていう風になりますんで、これが片道でね、かかってくるっていう風になりますんでね、まあ往復すると、まあ8万円ぐらいのね、燃油サーチャージが、まあかかってきてしまうっていう風になりますんで、まあ今回ね、必要マイル数はかなり少ないんでね、まあここをね、ぐっとこらえて利用していただくっていう風になりますかね。で、またね、今回のキャンペーンなんですけれども、こちらですね、基本マイル数でお申し込みいただける座席に空席がある場合に限るっていう風にね、記載がありますよね。まあ、これはどういう意味かというと、こちらね、今、東京からね、ホノルル路線検索させていただいておりますけれども、これ出てますよね。この JAL っていうのは、ダイナミックアワードになっておりますんで、空席がね、減っていくと、必要マイル数が上がっていくようになってるんですよね。で、東京からハワイのね、必要マイル数っていうのは、片道2万マイルが基本マイル数っていう風になるんですよね。ですので、まあ、この週であればですね、2万マイルになっているところが5日と、10日と11日っていう風になっております。あ、9日もか。なっているっていう風になりますんで、この6、7、8とかね、21,500マイル設定されてますよね。ですので、ここもね、ダイナミックアワードになっておりますんで、基本マイル数ではないっていう風になるんですよね。ですので、今回のキャンペーンで利用できる座席っていうのは、ここと、ここと、ここみたいな。一番低いね、必要マイル数で設定されているところに、まあ、空席があれば、今回ね、まあ、この日であれば、片道ね、1万4000マイルで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こういった形になりますんでね、この点は、押さえておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、 JAL の今回キャンペーンが来ましたので、一緒に、ね、話させていただきたいなと思うんですけども、なんとね、13年ぶりに JAL カードリニューアルされるんですよね。これすごい嬉しいですよね。 JAL カードのデザインと機能を2021年以来13年ぶりにリニューアルいたしますということで、こんな感じの券面になるんですね。非常にシンプルでかっこいいですよね。で、発行時期に関しては、これから JAL カードに申し込みの方、
2024年2月20日にカード発行が完了する分から新しいデザインでカードをお届けしますということで、既存のカードをお持ちの方はカード有効期限付きが2024年4月以降のものから順次新しいデザインに更新していきます。再発行適開の場合は2024年2月の20日にカード発行分完了する分から新しいカードデザインへお届けしますということで、まあおそらくですけども再発行ちょっとお金かかるかもしれないんですけども、2月の20日以降にですね、申し込めば新しいねデザインのカードもらえるっていう風になりますんで、これはちょっと私はね申し込もうかななんていう風に思っております。で、新デザインについてということで、デザインをスタイリッシュに現代的にということで、これまで尾翼をモチーフにしたデザインよりスタイリッシュに現代的で洗練されたデザインへと進化いたします。 JAL グループの大切する上質さとともに旅という非日常体験をより身近に感じていただきたいという思いが込められていますということで、フラットな券面ということで、凹凸ないフラットな券面、会員番号、クレジットカード番号、有効期限を裏面に記載により、ご利用時のカード情報を盗みリスクを低減させていきますということで、こんな感じの券面で表にね何にも記載がないんですね。で、裏にカード番号とお客様番号も裏に入る感じですね。セキュリティコードとかも全部裏になって、券面はね本当にシンプルな感じになります。で、タッチ&ゴーサービスを引き続き利用できるということで、またねこのフリックマークねついておりますんで、タッチ決済ね利用することができるようになるみたいですね。で、カード発行の手続きについてということで、新デザインに伴い以下のお手続き、通常よりカード発行期間より時間を要しますということで、まあ、いつもね多分1週間とかそのぐらいで多分届くと思うんですけども、まあ、しばらくの間はね 3,4 週間とかね、カード再発行の場合も 1,2 週間ねかかるみたいですので、この点はね一応頭入れといてください。はい、ということで今回ですね JAL がね減額マイルキャンペーンね発表いたしましたので、解説ねさせていただいたわけなんですけども、どうですかね。ちょっと私はね年サーチャージね払うのは本当に嫌なんで、まあ多分利用しないと思うんですけども、まあでもねニューヨークのねビジネスクラスがね今回キャンペーン対象だったらね、ちょっと利用したいなとは思ったんですけども、残念ながらですねニューヨーク路線はね対象外だから、新しいねエアバス350ダッシュ1000に関してはこのねキャンペーン対象になっておりませんので、まあ、この点はねちょっと残念ポイントかなっていうところですかね。まあ、これがね利用することができるのであればですね、ちょっとね利用したいななんていうふうに思ってたわけなんですけども、まあ、私もねエアバス350出してねビジネスクラスしか乗っておりませんので、プレミアムエコノミーとかね利用することができればちょっと考えたいななんていうふうに思ってたわけなんですけども、今回はねエコノミークラスしか対象になっておりませんので、まあ多分ちょっと私は利用しないかなっていうところですかね。まあ必要マイル数ね、まあ、かなり少なくなっておりますので、利用されたい方はですね、ぜひね、日付変わった0時から、予約開始になりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりまして、最近ね、LINE 公式アカウントで、おすすめのね、プライオリティパスがわかる PP 診断、またね、マイル診断、ポイントサイト診断、で、最近ね、新しい、かなりね、時間をかけて作らせていただいた、マイルクレカ診断もですね、利用することができるようになりましたので、ぜひねこちらからクレジットカードね迷ってる方チェックねしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。